アザラシが元気に泳ぎ回るプール。その中に浮かんでいたのは風呂桶。そのわけは餌やりの時間になると分かりました。風呂桶に近づく一頭のアザラシ。次の瞬間、風呂桶を叩いて餌をおねだり。これは市立室蘭水族館のゼニガタアザラシサツキが10年以上前から始めた得意技だといいます。その可愛さにお客さんはメロメロ。中にはサツキの真似をして風呂桶を手放さなくなったというお子さんの姿も。毎週末ほとんど来てます。あ、そうですか。いや、もう名前呼んで真似して桶を自分で買うくらい楽しんでます。餌やりの時間は1日4回。食欲があるときはいつもこの愛らしい仕草を見せてくれるということです。